あなたも狼に変わりますか。初めてのルージュの色は赤すぎてはいけない。大人の匂いがするだけでいい。唇をすぼめたままで口づけはできない。鏡に向かってあれこれ思う。花が邪魔だと誰かが言ってたわ。古い映画のセリフだったかしら。あなたも狼に変わりますか。あなたが狼なら怖くない。あなたも狼に変わりますか。あなたが狼なら怖くない。ハイヒール両手に下げて逃げたりしちゃいけない。片目をつぶって見るだけでいい。あの人はいい人だから傷つけたりできない。その死を思ってあれこれ悩む。熱が出るわと誰かが言ってたわ。嫉妬ソングの言葉だったかしら。あなたも狼に変わりますか。あなたが狼なら怖くない。あなたも狼に変わりますか。あなたが狼なら怖くない。はい、こんばんは。今夜もね、まこちゃんの狼なんか怖くない歌いました。2019年9月の8日日曜日の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく生存確認の一環としてこんな風に動画アップしてます。今日はね、このように明るいね、まだね、4時になる前だからね、4時になるとか、うん、これそんな時間なのはさ、今日に今日で休みだからね、やったことにね、早いのも早い、なぜ早いかっていうさ、うん、あれ、首都圏に台風がさ、直撃するみたいでね、今夜から明日の朝かな、だからそんなわけで、明日は朝、だから仕事行くのにね、最悪、電車が普通の可能性もあるからね、だから今日のうちに帰ろうと思うんで、もう一回、町屋の方にね、うん、まあ二重住宅みたいなもんだからさ、焼き寮と町屋にずっと住んでるんでね、うん。通常だったら、いや、兄弟から町田に通うんだけどさ、ちょっとね、最悪、電車止まったらしょうがないんでね、今日のうちに行こう、もう一回行くんだから、夜ね、そんなわけで、うん、早めね。それと今日はね、休みだからね、まあ一日だけだったんで、墓参り行った後、また、ね、千葉市の墓参り行った後、町田と野球の往復で、こんな感じね、うん。まあ来週、予定では連中なんで、キャンプに行こうと思いますね。うん、で、今日は狼なんか怖くない。早めだね、まだね。まだ良きだけど、まあしょうがないね。ね、今夜から降り出して、一橋通るのは夜中みたいね。未明だよ、未明、夜明け前とか。まあ、うん、だからそんなわけでね。予報が当たればね、外れたらいいけど分かんないけどね。まあでも、予報も出てるからね、素直にね、入れて。予報が当たっちゃったらね、電車が普通の可能性もあるからさ、始発なんかそうだよな。ちょっと通勤つらいんでね、今日のうち、あれ。野鳥台から町に行っとくんでね、だから早めね、うん、はい、それでも本当に途中雨降ったけどね、あれ町にいる時何時頃かな、うん、2時ぐらいかな、2時ぐらいか、降ったんだ雨ね、うん、でもすぐやんだけどね。あ、さて、今日もね、YouTube ライブやりましょうか。そんな早めの生存確認ね、今日はね、うん、首都圏、東海から首都圏はね、台風来てるからね、うん、もう本当明るいです。窓を見る向かんね。ほんと、まだ陽気だからね。まあ、特別だっちゃうわね。葛飾の生存確認。2019年。9月。8日日曜日。あなたも狼に変わりますか。
初めてのルージュの色は赤すぎてはいけない。大人の匂いがするだけでいい。唇をすぼめたままで口づけはできない。鏡に向かってあれこれ思う。花が邪魔だと誰かが言ってたわ。古い映画のセリフだったかしら。あなたも狼に変わりますか。あなたが狼なら怖くない。あなたも狼に変わりますか。あなたが狼なら怖くない。ハイヒール両手に下げて逃げたりしちゃいけない。片目をつぶって見るだけでいい。あの人はいい人だから傷つけたりできない。その死を思ってあれこれ悩む。熱が出るわと誰かが言ってたわ。嫉妬ソングの言葉だったかしら。あなたも狼に変わりますか。あなたが狼なら怖くない。あなたも狼に変わりますか。あなたが狼なら怖くない。 Once more。 あなたも狼に変わりますか。初めてのルージュの色は赤すぎてはいけない。大人の匂いがするだけでいい。唇をすぼめたままで口づけはできない。鏡に向かってあれこれ思う。花が邪魔だと誰かが言ってたわ。古い映画のセリフだったかしら。あなたも狼に変わりますか。あなたが狼なら怖くない。あなたも狼に変わりますか。あなたが狼なら怖くない。ハイヒール両手に下げて逃げたりしちゃいけない。片目をつぶって見るだけでいい。あの人はいい人だから傷つけたりできない。その死を思ってあれこれ悩む。熱が出るわと誰かが言ってたわ。嫉妬ソングの言葉だったかしら。あなたも狼に変わりますか。あなたが狼なら怖くない。あなたも狼に変わりますか。あなたが狼なら怖くない。はい、こんばんは。今夜もね、まこちゃんのデビュー曲狼なんか怖くない歌いました。2019年9月の8日日曜日の生存確認です。今夜もね、いつものようにさりげなく生存確認の一環としてこんな風に動画アップしてます。はい、こんばんはね。今日早めね、首都圏には台風が来てからね、今日早めに。どうもこんばんは。あ、高ちゃんママさんどうもね。マギアさんどうもね、うん、どうもありがとうね。オカルトさんどうもね、うん、ロンロンさんどうもね。何言ってか分かんないとしょうがないね。どうもね、うん、どうもありがとうね、うん、ちょっと何言ってか分からない。そろそろ分かんない人はしょうがない。どうもこんばんはね。いつものようにさりげなくやってますよ。今日早めね、ほんとね。はあ、台風が来るみたいなんでね、早めに行って今日のうちに町内帰ろうと思うんでね。さて、早速一杯。まあでも今ちょうどいいんだよ、うん、これから雨降るみたいだからさね。今日は昼間は、まあ、途中はこうにわか雨あったけどね、だいたい基本的に日差しが強くて気持ちよかった。うん、何言ってか分かんないでしょうがないね。うん、どうもね、うん、しょうがなかったね。うん、しょうがないよ。そんだから早速飲もうか、一杯飲もうか。どうもこんばんは。あ、こんにちはね。うん、今日は早めにね、うん、この東海から首都圏にはね台風が近づいてるんでね、今日は早めにやりたいと思います。うん、うん、そうよ、お互い様よ。うん、いや、ほんでもね、台風が近づいてても、今はちょうど天気いいからさ、いい気持ち。こういう明るい時に飲むのもいいな。飲もうか、いっぱい。
日の夏場にはね、ナスと長ネギの塩コショウ炒め。いやー、すごい天気だ、日差しがな。今日、ナスと長ネギの塩コショウ炒めで。ナスと長ネギ。こんな感じで。どうもね。あ、平和さん、どうもね。しょうがない。つまんない人はしょうがないね。しょうがない人はわかんないね。飲もうからね。ただ焼酎ハイボール飲もう。今日も昨日買ったやつだ。こんなやつで。あ、飲もうか。炒めもんで。今日はね、発泡、ハイボールよ、発泡。ハイボール。炒めもんつまみながら。あ、これいこうか。ハイボール。まず一杯目。今日氷いないからちょうどいいや、これで。はい、乾杯ね。あ、嫌いなもんないから大丈夫、好きだよ。嫌いなもんないよ。まあ。本当はまだ夜だもんな。あ、ブルーさんどうもね。そうだね。まあ、ぶどうが出てないスーパーね。ブドウが、なんだっけ、ブドウ。高かったね。一房だとさ、1000円以上するんだもんだけどね。いかなかったけど。一房。高いな。ね。ブドウね。今もうブドウが出てる果物、ブドウ。スーパーだから。墓参りいつもどうもしないさ、言ってたけど。いつも通りよ。まあ、昼間は天気いいからね。ほんと、カンカン的だったね。やらないよ。長ネギな。長ネギと、ナスの塩コショウ炒め。で、ハイボール。ビールさ、ビールさ、ないないよ、別にね。これ焼くわ、これハイボールはこれで食っちゃうね。この後刺身があるんで、刺身は日本酒でいこうかな。炒め物でこれ飲んじゃって。もったいない、そういうもんじゃないからね。もったいないとかそういうことじゃないよ。空いてるからどうもね。見えない、大丈夫、もんもないよ、もんもんは。大丈夫よ、もんもんはないから。明日はターフ一家みたいよ。ね、ちょうど真夜中来るみたいでね。
予報では真夜中、台風だ。ナスと長ネギよ、ナスと長ネギ。塩コショウ炒めだ。ナスね、ナス。ああ、長ネギ。わかったかな？ネットさん。そうね、あれは選択してますよ。食べないよ、ミルワームはね、食べませんよ。まあ、ちょっとこれならこれで割りではいいんだけどね、これで終わんないんだ、これ。この後刺身があるからね、刺身でいっぱい。まあ、どうもね。ナスと長ネギ。おいしくいただきました。明るいしか飲むといいね。いつも仕事から帰りながら帰ってたから、もっと暗いけどさ、今日は夜は台風来るからね、夜中はね、早めに今日はね。停電の可能性もあるって言ってたからね、ニュースでもね。で、アマチュア、雨戸閉めるような、ここはいつも開けっぱなしだけどさ、もうちょっと来る、ね、雨戸閉めて。いいでよ。キャンプできない公園じゃね、できませんよ、普通の公園じゃ。キャンプ場となってる公園はできるけどさ、普通の公園じゃできないから。ああ、おしまい。まずこれ、ハイボール。辛口酎ハイ、焼酎ハイボールいただきました。さて、もう二品目に行こうか、二品目。二品目、野菜炒めでした。今日はね、イワシだ。マイワシのお作り、一人前。イワシね、イワシ。イワシね、イワシ。29%。これは25、カツオのスライス。カツオのささき。カツオのささきとイワシ。今日これ。カツオのささきとイワシですね。これいきます。これね。でも、飲み物持ってこうか。日本酒で行こうか。日本酒で、刺身は日本酒で。お皿を持ってこうか。食べようか。醤油、こんな感じで。じゃあ刺身だ。次は刺身。マヨネーズかけない。醤油で。マイワシのお作り。マイワシ。まあ、今日この時間は当然半額じゃありませんよ。ね。今日早いからね。マイワシ。まあまあ、そうだ。マイワシ。イワシ、イワシだ。イワシ、イワシとカツオのたたきスライス。たたきだ。たたきを最初に器に開けちゃうか。たたき。
全部あげちゃって。で、全部のタレ。で、これで、かつおさだけだ。で、イワシは醤油で。で、生姜。ね。で、こんな感じ。まあ、家で飲み食う人って安くていいよな、これで。ここで500円ぐらいだもんね、イワシとカツオのたたき。ね。今日はこんな感じでしょ。どうも。今日は3万だから、じゃあ行こうか。日本酒。冷酒。またこれ冷蔵庫、このまま冷蔵庫入れてます。はい、乾杯。今日も冷酒で。はい、乾杯。そう、家飲みだからそうよ。はい。やっぱ早いスーパーいいよね。刺身が売ってっからね。刺身系はさ、閉店、遅いと売れちゃうからね。今日休みだからね、買えたよ、刺身。昨日、一昨日は遅かったからさ、商材売り場のそばで買えなかったんだ。ね。じゃあ、カツオのたたきで。つまらない人は来なくていいからね。でもね、つまらなかろうが面白かろうがどうでもいいんです。所詮ただの生存確認なんでね。これは大事よ。生存確認というこだわりだけでやってますんで、続くんですね。どうもね。トロトロさん、どうもね。じゃあ、イワシ行こうか。イワシ。マイワシを作り。いいね。これちゃんと切り、可愛く切ってある一応な。じゃあ、ヨークマートで買った、ヨークマート。うまい。まだ夜この時間だ。どうもね。あ、小田さんどうもね。今日夜はさ、この辺は、うちの方はさ、台風が近づいてるんでね、首都圏はね。そんなわけで早めね、そう。早め、夜はさ、天候が荒れるみたいなんで、早めのやつね。そう、一番ひどいのがさ、夜中から明日の明け方みたいね、だから。今日早めの性能確認。今日風呂入ってますね、ちゃんと。ね。だから仕事ないもん、今日休みだから綺麗だよ、あれ。今日休みだもん、綺麗だよ。夜中寝ないとダメだ。夜が仕事だもん。仕事だもんな。ダメだ。夜中起きてたらダメだ。どうもね。終わりはしない。まだ食ってっから、飲み終わったらね。あかるなんかいいね。いつも普段はさ、平日は仕事から帰宅次第だからさ、暗いんだけどね、後ろね。今日まだ4時20分だからね。まだ爆笑までやってもまだ。大丈夫かな？動いてかな？大丈夫？スイッチは関係ないよ。僕も知ってこいちゃありません。
とイワシの、マイワシのを作る。イワシ全部入れちゃうよ、めんどくさい。イワシ、この、今日のこれ、ちっちゃいし、なんかイワシ、マイワシ、マイワシ、全部ドカッと入れて、ほぼ無視しよう。手間だけ残して、じゃあマイワシ、生姜醤油入れて、これで豪快に。洗ってますよ、下着毎日。洗わないって言ってるのはさ、あれ、アウトドアの場合だよ、あれ。アウトドアの場合は、ま、何日同じもの着ても平気だってこと、ね。だから洗わないって言ってません、僕はね。アウトドアの場合はさ、ずっと同じもの着てもあるし、うん。そういう意味よ。安いよ。イワシもカツオも安いよ。だから買うんだよ。でも、イワシとかカツオって安くてもうまいね。うん。サーモンって、サーモンでも安いんだけど、安いサーモンまずいや、あれ、ほんと。それで、カツオとかイワシってさ、安くてもそこそこ油乗っててうまい。サーモンほんと安いになるけどね、なんだってか、まあ、なんだ、ほんと。全然うまかねえもんね、サーモンの安いのって。あの、ね。まだこれ、こっちの方がうまい。イワシとかカツオの方が僕はいいね。うん。サーモンは安いのほんとまずいや、あれ、ほんと。全然。ペタペタっていう感じなんだもんね、うん、ペタペタなんだサーモンって。安いサーモンはほんとただなんか肉の塊あるだけでなんか脂が全然ねえんだもん。たまにはね、今日は食べないよ。今日はマグロ食べない。たまには食べるから、たまにね、たまには食べると思うけど、今日はマグロ食べないね、うん、食べてもまあ動画に残ってやんないだけで残って食べてますからね、うん。まあカツオも、うん、一頃と比べたらイワシはさ高くなったとは言って、まあもともと安いもんだからね、高くしても売れないんだろうね。だからそこそこ値段を抑えてるイワシは、うん、まあカツオはずっと安くていいよこれ、うん。普通のその辺のスーパーやね、メバチマグロで本マグロとか高いからさ、買う人いないんだぞ。あんま少ないと思うよ。残っちゃうから売らないのかもしれない。普通のスーパーじゃ、高級なあれ本マグロとかって、その辺のスーパーじゃね、本マグロやったって、ね、もう結局大変高い値段にしかなんねえからさ、買うよくあんま売る残っちゃうからさ、お金あるのかもしれないね。マグロは赤くない、マグロはね、普通のスーパーって赤くないやつ、赤くない、赤いマグロが高いんだよね、あれね、やっぱり。マグロはね、赤いマグロ。本マグロとか言ってるやつ。赤いマグロ。ね、白っぽいマグロは一応マグロってついてるからね。あれは本当に安いよね、ああいうのはね。うん、これおなじみ、蔵だより。練習してます。はい。はい、乾杯2杯目。はあ、しょうがないじゃん、値段あってのもんだから。イワシ、イワシもほんとこれうまい、イワシは、うん、やっぱ今日早かった、休みだったからね、刺身買えたよ、うん。普段仕事から帰りだとさ、刺身って大体売れちゃうからね、ほんと残ってるのは貝とかばっかの貝の刺身ね、やっぱみんな残って買わないみたいで、だから買えないけど、今日は休みなんで刺身買えた。うん、どうも。そう、ビンナガは安いから。ビンナガはね、回転寿司のマグロって言われてるだけあってね、そうよ。だって回転寿司のマグロはビンナガよ、あれ。ビンナガマグロ。
じゃないですよ。僕、身の丈に合った生活してんの。身の丈。だ身の丈かっちゃんって言われて。身の丈かっちゃん。ほんと早いけど、まだまあ、でもな、ほんと。今日台風来てるからね。うん。今日ほんと、今日中には絶対向こう、町が帰るからね。朝やばいことになっちゃうから、ほんと。最悪5時、6時って、こっち、今、予報ではさ、5時、6時だからね、あれ来んの。その頃ちょうど行く時間だもんな。だから最悪の場合、こっちにいたらさ、普通になってる可能性あるからね。仕事行けなくなっちゃうからさ。町内、今日中に、間違いがあります。だから早めね。まあ台風のおかげで日本はさ、結構水分は潤ってからね、ダムとかさ。どうもね。でも身の丈だからしょうがない。可愛いじゃん、身の丈かっちゃん。うん、どうかね、町屋ではどう、うん、どうでしょうね、うん、でもね、寝ると思うな、うん、わかんない、それはね、先のことは。それはわかんない、基本的に今日の話もやってるからさ。もう二重生活だからさ、もっと。ね、一応、登録してるのはさ、ね、あれ、住民証あるのは荒川区だからね。うん。で、ここ実家も僕のもんだからさ、だから一応住まないと空き家になっちゃうんで、定期的に帰ってるだけの話で。めんどくさいでしょうがないね。でもさ、電気代ってさ、これ2箇所分でも5、6千円だから2ヶ月ね。そう、バカ高くないよ、ほんと。はい、行きましょう、おしまい。あ、こんばんは。あ、クローブさん、どうもね。今日はさ、首都圏から東海はさ、夜中にさ、台風が来るんでね、早めの生存確認です。で、今日日本酒、冷酒です。来週キャンプ行くぞ。予定ではね、うちの職も14、15、16って3連休なんだ。2泊3日でキャンプ行こうと思う、来週。来週も日曜休みだけど、アウトドア行かなくても、来週に期待しながら、来週2泊3日でキャンプ行くんで楽しみだ。うん。来週敬老のしがらみでさ、ね、休みあるから、3日休みなんで、2泊3日でキャンプ行くんだ、来週。うん。飛んでくるのかどうかわかんないね。うん。でもおでこが白いんだもん。僕は加藤子さんね、ハゲっていうよりね、おでこが白いんだよね、少しね、おでこが。うん。そう、ハゲとおでこが白いので、調子しない方がいいな。そう、楽しみだから、来週楽しい。14、15、16。キャンプに行くぞ。うん。一日だけはね、アウトだって大変だって。だからこれ一日の時は、今日みたいにね、昨日先週もそうだけど、墓参り行ってね。キャンプなんか行ったら墓参り行けねえからさ。うん。だから今日行ってきた。先週も行ったけどね。うん、だから2週続けていいね、墓参り行くとさ。楽だって、ほんと。しばらく月に1、2回だって、空いちゃう時だとさ、雑草がすごいんだよね。でも先週もちょっと抜いてきたんで、今日は楽だった。あんま生えてなかった。1週間だからな。先週も行ったからね。うち、まあ何度も言ってくるけど、うちのお墓はさ、松崎家のお墓はさ、あれ、土の露出が多いんだよね。だからほっとくとさ、すぐ草生えるからね。でもね、うん、高校の人はキャンプできないよ。うん、
行けないときもあるからさ、行けない。キャンプ行くときは行けないんだ。だから多分来週は行けないと思うんでね、今週行ってこうと思って。連休のときはね、キャンプ行っちゃうから、僕、連休のときは。連休のときはさ。だから日曜だけとか、1日だけ休みは、なるべく墓参り行かないと。2日休みってさ、テント泊、キャンプ行かないのか、僕には考えられないや。今日はね、カツオのたたき、今はね、カツオのたたきです。花は毎回備えてるよ。大丈夫よ。もういいよ。オカルトさんどうもね。お前、オカルトさんがきっと認めようが認めようが認めないが関係ありますから、好きに思っていいからね。どうもありがとうね。お前の言ってることはどうでもいいから、分かった。ありがとうね、オカルトさん。好きに思っていいからね。どうでもいいよ。適当に流してますから、どうもありがとう。どうも。じゃあ、日本酒飲んでます。それはどうもね。好きなようにやるから大丈夫よ。もうじゃあ、今日最後の一杯。今日はこれで最後。もうさ、もう、明日の分も取っとかないとね。怒ってないからね、大丈夫よ。怒ってないからね、もう大丈夫。いい感じだね。カツオちゃんも安くていいんだよ、これで。孤独のグルメまたシリーズ先やるみたいね。新シリーズやるからさ、ネットじゃさ、過去流してもんな、あれ。テレビ撮ってもんね。で、ちょっと安心した、あれ。シリーズ先もさ、あれ。松重さんでさ、週刊誌とか見てるとさ、週刊誌のうちに見てるとさ、あれ、孤独のグルメも今晩見たと書いてるけど、よかった。少なくとも、シリーズ先は松重さんに出てるみたいだもんな。よかったよかった。面白いあれ、あれだけ長いシリーズになるとさ、孤独のグルメ。松重さんの、頭髪の薄くなり具合が結構面白いようだね。もう孤独のグルメも長いからさ、最初のシリーズと比べてだいぶ松重さん薄くなったよね。そうまないあれ。見て。YouTube なんかいろいろあるじゃん。Yahoo 動画とか見てるとさ、あれ。最初のシリーズと比べて、ね、第7シリーズなんかだいぶ薄いもんな。あれを見どころやあれ。長く続いてるシリーズもさ、主演の俳優さんのハゲ具合を楽しむのも、一つ。確かにね、松重豊さん、最初から言うとだいぶ 第7シリーズなんかね、薄くなってるよね、あれね。いつもそう。長く続くシリーズは、それも楽しみだと思うよ。主演の俳優さんの、出てる俳優さんの、頭髪の 減り具合を楽しむのも、人の楽しみ。俳優さんだからね、ウィッグとかってこともあるからね、それも考えないとね。俳優さんの場合はさ、ね、ウィッグを使ってる場合もあるから。確かにそうだ、松重さん。一番最初のさ、門前仲町の頃あるじゃん、一番最初のシリーズ。あの頃とね、第7シリーズ比べると確かにね、頭髪の具合がね、変化があって面白いなと思う。第8シリーズ楽しみだね、新シリーズ。10月から始まるやつ。あ、化粧の具合とかね。だからネットで見てるから大丈夫よ。
もともといつも言ってるのに、テレビとラジオってもともと一緒だから、ラジオの子会社がテレビだからね、うん、関係悪いよ。ラジオ局ってことはテレビっ子でもあるからさ、うんうん、だからリアルのテレビはあんまみんな見る機会ないだけの話。まあまあ、みんなさ、分かるようにね、テレビ局は所詮ラジオ局の子会社なんて、もともと。そうよ、どうもね。うん、松重さんの吐き具合も、でも結構いると思うよ、あれ。今、孤独のグルメを楽しんでいる中にはさ、松重さんの頭髪具合は今回どうかなって楽しむ人も、もうそろそろ結構いると思うぞ、あれ。うん、第一と比べてだいぶね、変化があるもんね、松重さんの頭も。それは俳優という宿命だよ、それはね。うん。ああ、でも確かに松重さんはそう思うもん。よかったよね、あれ。可愛い子がサービスしてくれるんだ、ソープはさ。そうよ。こんな僕が言ってもさ、可愛い子がさ、サービスしてくれるんだよ。やめらんないよね、ほんとね。だから宝くじ当たったら毎日ソープランド行きたい。気にしてるよ、僕は。気にしてっか、なるべくね、素敵に見せてんの。だから、かつゆかさん、ハゲじゃないんだよ。おでこが白いだけなんです。だから、そう言ってんの、僕。気休めに、そう、気休めに言ってますよ。かつゆかさんはハゲじゃありません。おでこが白いだけなんです。うん、ね。おでこが白いだけなんだよ、かつゆかさんはね。うん。かつゆかさんはおでこが白いだけなの、ハゲじゃないんだよ。わかった。そう、気にしないように、そう言ってんの、自分で。ね。うん。そうよ。うん。な、おでこが白いの。頭いい人はさ、おでこが白いからさ。そう、頭いいんだ、僕はね。だから、おでこが白いんですよね。うん。母親なんてどうもね。会社に言わないもん、こんなこと。会社に言うわけないよ。ギャグじゃないよ。うん。もう女の子誰でもいいですよ。あんなから誰でもいいよ。誰でもいいで。だから、ね、石原さとみちゃんでもいいです。大丈夫よ。もう大丈夫。誰でもいいです。オールラウンドっていうか。うん、すべての穴が OK よ。そんな感じ。年齢は関係ないですよ、年齢は。当たり前じゃん。年取ったらゴミだもん。まずいまずい。これまずいね。若い子は何も。まるちゃんダメだね。あれな。あ、ひどい。それこそひどいじゃん。誰でもいいからとか言ってまるちゃん持ってくんのはさ、ひでえ話だ。あんなババアはいいですもん。ババアはもうゴリゴリ。若い子がいいです。もうこれ最後だから、これ最後。ちょっと日本酒3杯目だから、その前にハイボール飲んでからね。うん、今日はこれで最後。年齢はいないけどね、それなりのおばあちゃん年齢です。うん。マルタンはこれもうゴリゴリだ。会うと財布から抜かれてるんだもん。たまったもんじゃねえ、あんなの。そうよ。パパはこれ料理。だからみんなそうじゃん。有名人も若いも最高するじゃん。あれ、俳優の石田純一さんもそうですよ、あの人。奥さん、今の奥さん若いもんな、随分なの子ね。
みんな若い子いいんだよ、あれ。みんな若い子が。違うか、テレビ、ラジオテレビは違うもんだけど、大元、それやってるとこ一緒だから。分かった？やってるところ。大元は一緒で、元のテレビはラジオの子会社だからね。マルさんの方が言わないでいいよ。忘れた人なんで。忘れたいあれ。つまの太鼓。あれは結局そういう顔してたんだよね。動画撮ってっからさ、楽しくしないとしょうがねえじゃん、あんなの。ライブ配信してる関係上そういうふうにしてたんだよ、あんなの。全然あんなこと思ってないよな。あれ、ライブ配信する関係上さ、楽しいようにしてたんだよ、あれはよ。でもあの女はよ、住民票別に作んなかったんだよ、住民票。おかしいじゃないか、住民証見せないの。決まってませんよ。でもうまい。もう食った。うまい。47歳よ。でもね、47歳。昭和47年生まれだね。最初は本読んでないよ。大丈夫よ。抜いてません、僕は。そうね、今日、そうだしないよ。妻はもう食べたよ。もう食べました。ああ、いい感じだ。ああ、よかった。もう食べ起きてから超早めにしないとね。 ああ、お腹いっぱいだね。ケイキさんが生放送やってんだ、踏んだから。やったよ。ああ、いい感じだ。まだ大丈夫ね、雨の音聞こえないね。
悪魔は今日ないや。で、最後は歌おうね、曲ね、歌って、この歌歌おうか。じゃあ、最後はこの歌いこうか、今日の最後の歌は、これ歌って終わろう。今日は、最後はこれでおしまい。もう最後の歌決めた。そうなんだ。歌いらない人来なくていいよ。どうも、江田さん、ありがとうね。地下ライブからやってっからさ、僕はアデライブ配信はね。さて、お酒も飲んだ。これもう、これはその分ね。じゃあ、最後はこの歌。じゃ最後はこの歌で歌う。よかったら歌詞。今日は最後はこの歌。みかんの花が咲いている。思い出の道。丘の道。遥かに見える。青い海。お船が遠く霞んでる。黒い煙を吐きながら、お船はどこへ行くのでしょう。波に揺られて、島の影、汽笛がもう鳴りました。いつか来たおか、母さんと一緒に眺めたあの島よ。今日も一人で見ていると、優しい母さん思われる。はい。最後はね、みかんの花咲く丘っていう童謡を歌いました。どうも。童謡です。みかんの花咲く丘。そうよ、こんな感じよ。お母さんのこと思い出すな、もう。みかんの花咲こうか。じゃあ、これじゃ寂しい。じゃあ、次これ行こうか。歌謡曲行こうか、歌謡曲。ね。歌謡曲。歌謡曲行こうか、じゃあ。明日はもう仕事だから、平日は仕事なんでね。無理よ。じゃあ、最後、歌謡曲行こう。これ行こう。フランク長井さん。結局またフランクさんになっちゃった。あなたを待てば雨が降る。濡れてこぬかと木にかかる。ああ、ビルのほとりのティールーム。雨も愛しや歌ってる。甘いブルース。あなたと私の合言葉。有楽町で会いましょう。心にしみる雨の歌。駅のホームも濡れたろう。ああ、小窓に煙るデパートよ。今日のシネマはロードショー。カワスさしやき。あなたと私の合言葉。有楽町で会いましょう。悲しい酔いは悲しい夜に。燃える優しい薪あかり。ああ、命を懸けた恋の花。咲いておくれよ、いつまでも、いついつまでも。あなたと私の合言葉。有楽町で
会いましょう。あ、下手でもしょうがない。どうもね。これ有楽町で会いましょうでした。どうも。ありがとうさん。ありがとうね。そう、寝ますよ。車さん、どうもありがとうね。で、止まってんの、電車。まあ、どうぞ、まあ、止まってない、まだ。まだ、今日は大丈夫よ。明日の明け方が心配だけど、今日は大丈夫よ、まだ。はあ、まだ5、これ5時になるとこだ。ね。ボーイもいいやん。今日はこの辺で、ああ、うまかった。今日早めにね、この後ちょっとだったらね、街に帰ります。どうもありがとうね。豚汁男さんもそういう似たようなもんですから、どうもありがとうね。お互い様だからね。どうもそうよ。ありがとうね。カトリック、カトリックが気になる最新カトリック。そう、カトリックだっけ、あれ。京浜急行に、あれ、踏切でさ、立ち往生しちゃってさ、あの事故一件だった。あのトラックの所属がカトリの会社だからね。そう、一人でいいですよ。どうせ死ぬ時は一人なんで、どうってことねえです。どうもね。いい感じ。ああ、もう9月だ。あと10、11、12、3ヶ月ちょっとか。早いもんだ。ああ、休みなさいね。早くからはね、街に帰ってちょこっとやるかもしんないけどね、それはなんか断定できないんでね。でもね。街、逃げるんじゃない、帰るんだ、あれ。今日夜中はさ、台風来るんだもんね。最悪、明日の朝は通勤行けなくなっちゃうからさ、今日帰ってこないと、街に。今日の夜7時8時ぐらいだったら、まだ雨が降ってたとしても、夜の7時台とかだったらさ、まあ、ひどくないんで、泊まる方じゃないと思うんだ。台風の影響一番ひどいのってさ、夜中みたいだからさ、ねえ、だから、始発とか遅れる可能性はもう最悪。そう、だからそんなわけで、今日中に買っとく。また明日ね、ありがとうね。ワンネーバーか。あ、ごめんね、そうかね、ワンネー。じゃあ、最後はこの歌で締めようか。今日の最後の歌はこれで終わります。松山千春さんのこの歌で終わろうか。愛することに疲れたみたい、嫌いになったわけじゃない。部屋の明かりはつけてゆくわ。鍵はいつもの下駄箱の中。きっとあなたはいつものことと笑い飛ばすに違いない。だけど今度は本気みたい。あなたの顔もちらつかないわ。男はいつも待たせるだけで、女はいつも待ちくたびれて、それでもいいと慰めていた。それでも恋は恋。多分あなたはいつもの店で酒を飲んで管を巻いて、洗濯物は机の上に短い手紙添えておくわ。今度生まれてくるとしたなら、やっぱり女で生まれてみたい。だけど二度と
ヘマはしない。あなたになんかつまずかないわ。男はいつも待たせるだけで、女はいつも待ちくたびれて、それでもいいと慰めていた。それでも恋は恋。男はいつも待たせるだけで、女はいつも待ちくたびれて、それでもいいと慰めていた。それでも恋は恋。それでも恋は恋。はい、さやかの千春の恋でした。どうも。また明日でおやすみ。で、また明日。今夜この辺でまた。おやすみなさい。はい、終わりました。はい、終わりました。YouTube ライブは終了だ。はい、いよいよ。でも、まだ5時早いけどね。まあ、ね、なるべく。今日中に街で帰らないとしょうがないからね。じゃあ今日はこの辺でおやすみなさいね。さあ、我が人生に悔いなしか。我が人生に悔いなしで終わろうかな。我が人生に悔いなし。最後、石原裕次郎さんの若人生に悔いなし。鏡に映る我が顔にグラスをあげて乾杯を、たった一つの星を頼りにはるばる遠くへ来たもんだ。長かろうと短かろうと、我が人生に悔いはない。この世に歌があればこそ、こらえた涙、幾たびか親にもらった体一つで戦い続けた気持ちをさ。右だろうと左だろうと、我が人生に悔いはない。桜の花の下で見る夢にも似てる人生さ。順で行こうぜ、愛で行こうぜ、生きてる限りは青春だ。夢だろうと、うつつだろうと、我が人生に悔いはない。我が人生に悔いはない。
ではまたおやすみなさい。今日はこの辺で。ではまた。